吉田君、はい、おはようございます。公明党の吉田信弘でございます。本日も質疑の機会を賜りましたことに感謝を申し上げたいと思います。それでは早速質問に入らせていただきます。ロシアによるウクライナへの侵略はウクライナ国民への甚大な被害を生じせしめているにもかかわらず、いまだに継続をされております。国連の常任理事国であるロシアが国連憲章に違反し、力による現状変更を試み、何の罪もなき人々をの命を奪い、挙句の果てに核による威嚇までちらつかせるという大いなる矛盾、この矛盾に全世界が直面していると思います。日本もまさしくこの事態に直面をしているわけでございます。この現実にどのように対応していくのか、まずは備えと外交の両面から日本の主権を守り、国民の安全を断じて守り抜くという決意が求められると存じます。本日は防衛省の所管行政についてもっぱら審査をさせていただく安全保障委員会でございますので、備えの部分についていくつか質問をさせていただきたく存じます。テレビやインターネットでしか見ることができませんが、ロシア軍の侵略の様子を見るに、陸戦が中心のように感じます。ロシアとウクライナは長い国境線が陸続きとなっておりますから、そうなることは必然であろうと思います。ここは日本と違うところなのかなという気がしております。言うまでもないことですが、日本の国境はすべて海洋上に存在します。したがって海洋上の国境という観点からは、日本では国境離島の存在が極めて重要になってくると思っております。そこでまず内閣府にお聞きをしたいのですけれども、内閣府が把握をしている国境離島の数、そのうち有人の離島の数についてお示しいただくのと合わせて、有人無人両方の国境離島の重要性に関するご認識をお聞かせいただきたく存じます。内閣府吉田総合海洋政策推進事務局次長。お答え申し上げます。我が国が現に保有管理を行っている国境離島は484島あり、このうち有人のものは59島ございます。また国境離島は我が国の領海や排他的経済水域等の外縁を根拠づけるものであり、管轄海域の保全の観点等から極めて重要であるというふうに認識しております。以上でございます。吉田君、はい、今国境離島の重要性が示されましたけれども、先ほど宮沢先生から本当に勉強になる質問をお聞かせいただきましたけれども、尖閣のお話もありましたけれども、私も少しこれに関連するのかなと思っておりますが、仮の話で恐縮ですけれども、断じてあってはいけないんですが、日本が侵略を受けるとすれば、おそらく国境離島から始まると考えるのは素直なことかと思っております。としますれば、国境離島に対する侵略に備えておかなければいけないんだろうと思います。またその際には、領海に侵入してくる方法としては、これは海洋上を船で侵入してくる方法と、それと海中を潜水艦で侵入してくる方法とあろうかと思います。また飛行機の場合は領海上の領空に侵入してくるんだろうと思われます。そこでまず、このような侵入行為を早期に察知し、国境離島を守るために防衛省自衛隊は日頃どのような任務遂行を行っているかについてお答えできる範囲で結構でございますので、ご答弁をいただきたく存じます。防衛省深沢統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。多くの島嶼を有する我が国におきましては、これに対する攻撃に対応するためには兆候を早期に察知することが重要であります。このため防衛省自衛隊では、平素から24時間365日体制で我が国の周辺海空域の状況につきまして情報収集警戒監視を行っております。具体的には、我が国周辺海域における艦船の状況につきましては、哨戒機や護衛艦などの捜索レーダーなどを用い、また我が国周辺空域における航空機の状況につきましては、
全国28カ所のレーダーサイトと早期警戒管制機などによりまして、常時継続的に監視を行っているところであります。さらに、我が国領海内を潜水航行する潜水艦に対しましても、哨戒機や護衛艦などがソナーなどを用いまして、これを探知、識別、追尾をし、適切に対応できる体制を維持しております。防衛省自衛隊といたしましては、こうした情報収集、警戒監視活動などを通じまして、我が国周辺における船舶や航空機の動向を早期に察知をして、我が国領域への侵入への対応を含め、適切に対応できるよう万全を期してまいります。吉田君。ご答弁ありがとうございます。今のご答弁をお聞きをして、その上でなんですけれども、この察知する能力というのは、私は高ければ高いほど防衛のための確かな備えになると思います。侵入行動というのは、これは動的な動きですので、これを動くものを察知するということについて、いち早くですね、行えるような、技術開発であったり、そういったものというのが不可欠だと僕は思っています。そのための研究開発というのは、防衛省内部においても行われているというふうに存じますが、防衛省のお取り組みについてですね、お答えできる範囲で結構でございますので、ご答弁をお願いしたく存じます。防衛装備庁、堀江、技術戦略部長。お答え申し上げます。防衛省においては、委員ご指摘の警戒監視にかかる研究開発につきまして、これまでもさまざまな事業を進めてきておるところでございます。その一例を申し上げれば、海上での警戒監視につきましては、固定翼哨戒機のレーダーで捉えました艦船等の映像、画像から、洋上目標の類識別を行うに際しまして、AI 技術を適用して自動化、高速化をする事業を令和2年度から開始しております。また、令和3年度からは潜水艦に対する探知能力を向上させるため、新たな潜水艦用ソーナーを開発しているところでございます。さらに、平成29年度からは、水中無人機、これ UUV と申し上げますけれども、これに AI 技術を適用し、UUV によって洋上や水中の目標を類識別する技術を確立する研究に着手しております。航空における警戒監視につきましては、平成26年度から従来の地上設置型レーダーでは探知できない見通し外領域の航空機や艦船、これを探知を可能とする技術の確立に努めておるところでございます。防衛省といたしましては、警戒監視の能力向上をも含みます研究開発については、将来にわたって我が国防衛を全うする観点から、将来の脅威を見据えつつ、部隊運用のニーズ等にも応えられるよう、安全保障上の優先度や重要性、技術のシーズンも踏まえ、引き続き速やかにかつ着実に進めていく考えでございます。吉田君。AI を用いた技術というふうなものもご紹介いただいたところでございますが、先ほども申し上げましたが、技術というのは日進月歩、特に進化をしていくものでございますから、しっかりその進化に合わせてですね、お取り組みを進めていただきたいと思います。さらに、今申し上げたような取り組みを踏まえて、その情報ですね、この情報というものを自衛隊内部で正確に共有する必要があるんだろうと思っております。そしてそのために備えなければいけないのは、これはもう最近問題になっておりますけれども、サイバー攻撃への備えであろうと思います。自衛隊全般についてサイバー攻撃に備える必要性が極めて重要だと私は思っておりますけれども、サイバーの分野はまさに私今申し上げたかもしれません、申し上げたように、これもまた技術の上で日進月歩、とにかく日々進化していると思われます。そこで防衛省のサイバー攻撃への備えについて、ここもお答えできる範囲で結構でございますので、そのお取り組みについてご答弁を願いたく存じます。防衛省土本整備計画局長。お答え申し上げます。情報通信ネットワークに対するサイバー攻撃に対しましては、自衛隊の組織的な活動に重大な支障が生じる事態を防止しつつ、
情報通信ネットワークのより安定的な利用を確保することが必要でございます。このため、防衛省自衛隊におきましては、自衛隊サイバー防衛隊等が24時間体制で情報通信ネットワークを監視し、サイバー攻撃への対処を行っております。また、日々高度化、巧妙化するサイバー攻撃に適切に対応するため、防衛省自衛隊におきましては、サイバー防衛能力の抜本的強化が必要と考えておりまして、具体的にはサイバー部隊の体制強化、サイバー人材の確保育成、システムネットワークの充実強化等の施策により、サイバー領域の能力強化を図っているところでございます。吉田君。はい、ご答弁ありがとうございます。今度はですね、このサイバーに関連するんですけれども、防衛のための、備えとしてのサイバー対策という意味合いで私はご質問させていただきましたが、今度はですね、防衛という目的はまず同じなんですけれども、このサイバーというものを使ってですね、相手方侵略をしてこようとする、また侵略をする相手方に対する行動を妨害する意味合いでのこのサイバーというものも私は大切であろうと思っております。この点についての防衛省のご認識と、ここもお答えできる範囲で結構でございますので、この点に関するお取り組みがございましたらご答弁をお願いいたく存じます。防衛省増田防衛政策局長。お答え申し上げます。委員のご認識は防衛省としても共有しているところでございます。このため防衛大綱中規模に従いまして、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力、この構築を行ってきているところでございます。この能力は有事に際しまして、相手方の武力攻撃に用いられるシステム等に対してネットワーク等を通じて電子情報を送信することによりまして、当該システム等の機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止する、そしてまたは相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、そういった能力でございます。引き続きこの能力を含めたサイバー防衛能力の抜本的強化を図ってまいりたいと考えております。吉田君。はい、ご答弁ありがとうございます。最後の質問になりますけれども、またサイバーに関連しますが、サイバー人材の育成と確保についてお聞きをしたいと思います。先ほど申し上げましたように、この分野も日々刻々と進化していると。先日成立した改正防衛省設置法においてサイバー領域に関わる体制の強化が図られました。しかし諸外国と比べてそれだけの体制強化で十分なのか、また目的とするサイバー対策や求められるサイバー技術の獲得のために十分なのか、常に私は日々検証されなければならないと考えております。場合によってはすぐにでも高い報酬を支払ってでも優れたサイバー技術者が確保されなければならない場合もあり得るのではないかというふうに考えております。そこでサイバー人材の育成と確保について、外部人材の登用も合わせて防衛省のご認識をお聞きしたく存じます。防衛省土本整備計画局長。お答え申し上げます。サイバー領域におきますおいて、優れた能力を持つ人材の確保育成は喫緊の課題であると認識しているところでございまして、部内人材の育成と部外人材の活用によりましてこういう取り組みを行っているところでございます。まず部内人材の育成につきましては、一定のレベルまでの人材に対しまして、例えば令和元年度から陸上自衛隊通信学校におきましてサイバー共通教育3ヶ月でございます、間でございますが、これを行うなど、陸海空自衛隊の部内教育によって育成を図っているところでございます。また、より高いレベルにつきましては、各人の能力に応じまして、企業研修、情報セキュリティ大学院大学や、米国防大学など、国内外の教育機関への留学、これは1年から2年ということになりますが、こういうことや部外の教育コースの受講、約1ヶ月などを通じた教育を行っているところでございます。次に部外の人材の採用という観点でございますが、令和3年度から非常勤 の, サイバーセキュリティ統括アドバイザーといたしまして、高度な知識、スキルおよび豊富な経験、実績を持つ人材の採用を開始いたしまして、令和4年度におきましては、予算約 0.4 億円を確保の上で3名、この統括アドバイザーを採用したほか、サイバーセキュリティ要員として自衛官や防衛技官の選考採用などの取り組みを行っているところでございます。今後も防衛省自衛隊のサイバー人材の強化に向けまして、
部外の人材の活用を含めまして、幅広い取り組みを着実に進めてまいる所存でございます。吉田君。時間がまいりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に篠原剛君。